令和の時代のスタートに合わせて新ししいアプリを作りましたこの度カグラという名前のアプリを作り皆さんのスマートフォンで利用していただけるようにシステムを組みました CGS や石改革大学政党 DIY それから龍馬プロジェクトといった私が関わる活動の情報を毎日無料で皆さんに配信しています詳しいダウンロード方法は動画の説明欄に書いてありますのでそちらの方からダウンロードしていただきぜひさまざまな情報を集めていってください登録をお待ちしています t j s TJ 相の皆様こんにちは神尾宗平です。本日も親子で学ぶ偉人伝をお送りしていきたいと思います。大塩長義さんです。よろしくお願いします。はい、よろ,いよろしくお願いします。はい、えー、今回取り上げていただくのは、はい、山本権兵衛ですね。はい、はい、総理大臣もされた方ですけども。はい、そうですね権、はい、兵衛さん。んさんこれはあの権藤兵衛っていうふうに読むとも言うんですけども。はいはい、まあ、もう僕らはもう小っちゃい頃から権兵衛さん権兵衛さんって。いうふうに、えー、まあ、習ってきたんで。はい。 えーま、もう今回もゴンベイさんでいこうというふうに思っております、はい、海軍大臣第 5, 第5代海軍大臣第16代内閣総理大臣第22代内閣総理大臣そして外務大臣第37代ということで大変なあ実績の持ち主であります、はい、1> 第1第大位後高一級伯爵大日本帝国海軍海軍大将 で81歳まで生きるんですよね。はい、ないですね。まあお写真出てますけども、あのいい顔してるでしょ。はい。これがねやっぱりね薩摩っぽの顔ですよ。うん。うん。で、あのよく名前聞くと思うんですけども、連合艦隊とか、はい、海軍カレーの、はい、を始めたのは実は山本康兵衛さん,、うん。はい。あの連合艦隊連合艦艦隊っていうのは今で言ったら海上自衛隊と、うん、それから あー海上保安庁ってあるじゃないですか、はい、で海上保安庁も船持ってるし、うん、海上自衛隊も船持ってるじゃないですか、うんまあ、昔だと海軍の中にその沿岸警備を行う、はい、要するに今でいう海,海上保安庁的な仕事をする、はいえー、部門とそれから外地に出ていくような対外的な戦争を前提とした海軍チームという、まあ、2つのチームがあったんですけどもこの2つを合わせて合わさったので連合艦隊。はい、だから あの海上自衛隊と海上保安庁が連合して連合艦隊だったみたいなそんなふうなものになりますで今あの画面に出てると思うんですけども連合の字があの本当はこっちのこっちの難しい字を書きますあのよく最近は「連なる」という字を書いて連合艦隊って言うことが多いんですけども「連なる」という字は単に,単に車が列をなしているということだけまあ言ってみればもう簡単な話交通渋滞状態自動車が並んでるあれが「連なる」という字ですね でこっち側の字っていうのは耳を糸で結ぶ、うん、うんうん確かに字は成り立つそうですね大昔戦いで自分が何人の敵兵を倒したかっていうのを倒した敵兵の耳を切ってそれを糸でつないで何人倒しました、はい、と言って音賞に預かるというね耳塚とかそうですもんね 文字らしいんですけれども、うん、これただ、これは一直線につなぐんではなくて、縦横につないでいく。うん、だから、あの連合艦隊というのは単に一列にあ、あの。十列十隊並べっと言って、パーって一列に並ぶとかっていう、いう連合ではなくて。すべ、はい、ての船が、有機的に全部こう、つながりを持っていく。で、えー、全部の船が、まさに有機的に、アメーバのように、いろんなところに食事を伸ばしていって。はい、日本の海を守るんだっていうことで、作られた言葉が実は。 こちらの連合艦隊を意味しますね。で、このお名付け親も山本権兵衛さん。はい、はい。それから、日本で初めて、えー、海軍の、えー、軍艦の中の食事として、カレーライスを採用したのも山本権兵衛さん、はいえー。当初はですね、えー、カレーライスになかなかあの牛肉が高級品だったんで、牛肉とか豚肉が使えないということで、なんとカエルの肉を使って、はい、えー、そ想しなかった。へ、えー、<laughs> カエル味のカレーと <laughs>。はい。

まあ、とにかく強いんですよ45人、うん、一斉に上級生がかかってきてもみんな簡単にパンパンパーンと投げてましちゃうっていうね、うんまあ、そういうすごい体術を持ってる人物でありましてでその結果でそれで言いながら下げ癖悪い大酒飲み <laughs>、はい、で実はあの、まあ、海軍の学校に入るんですけどもその海軍の学校でですね、えー、この山本昆兵衛について書かれた言葉が今でも残っておりまして今画面に出していただいておりますけれども「山本昆兵衛死亡となりて しばし教官排斥の運動を起こし教官室に乱入しあるいは教官と乱闘しあるいはテーブル椅子などを破壊し流血の暴挙を演ずるに至れるというまあまあ今で言ったら多分発達障害って言われる <laughs> <laughs> 乱暴者、はいえー、だったということであります。で乱暴がこうじてですねた、あのーえー、たまたまに 遊びに行った時に、はい、その遊郭にまだ売られてきたばかりの女性がいて、うんうん、でその女性の身の上を聞いたらもうあんまりにもかわいそうになっちゃった、はい、よし俺がお前の面倒見るから、はいちょ」ちょっと一緒に行こう」と言ってあの2階のしょま、はい、を開けて、うん、で少女の姿が「お誰もいないよし行こうぜ」と言ってそのまま彼女を連れ出して逃げちゃって、はい、自分の,あの寮で痩せちゃった。 見受けけしたたわででもないですね、はい、連れ去っっちゃ足抜けでこれ大変な問題になったらしいんですけども,うあのもう向こうは当然まあヤクザモんが来て、はい、でこれはあのうちの,あの女性を連れてきやがって、はい、とんでもないやつが出てこいとかってやれたんですけども平気、はい、で「よし分かった出てこいそ,そこで待ってるって言って出てって「てめえこの野郎はお前ってあん、えー、う,うちの女連れてったらっ連れてきましたよ、うん、何か?」

乗せちゃうんです要するによその国の軍艦に乗っければ言葉も分かんねえしなんとかなるだろうと。ところが山本で頭いいんですよドイツの軍艦に乗ると決まるやいないドイツ語の猛勉強してドイツ語ペラペラになっちゃった。でドイツの軍艦に乗ったらそのまた軍艦の艦長さんがめちゃめちゃ立派な男で一緒に世界を回りながら日本人って喧嘩強いし酒はもう大酒飲むしすげえ気に入られて世界中の海を巡りながらとにかく海軍の作法とか それからあの要するに海軍の軍人の軍人戦士みたいなものを徹底的に叩き込まれるんです何を叩き込まれたかとにかく女性が大事だと、はい、ね <laughs> で、えー、女性を守るために,に男が戦うんだ、うん、っていうのを徹底的に叩き込まれて、うん、で、えー、まあ地球一周終わってですね変えてくるわけですよで日本の海軍の船に乗っかるようになったんですけどもそこに奥さん呼ぶんですね、はい で基本的に当時は女性は船に乗っちゃいけない、はい、そうですよね、はいねそれをあの、えー、自分の,その彼女を呼んで「はいはい、おい俺がな船の中案内してやる」と言ってでまたこれがですねあの船に上がるのにそのまた奥さんがねまあすごい人なんですよ。うん、船によその家に上がるのにね下足のまんま上がったら申し訳ないと言って、はい、わざわざをその貴重な貴重 船にに乗るためにこう板みたいなものを渡っていくじゃないですかはい、はい、板のところにちゃんと置いて、はい、丁寧に揃えて置いて、はい、そのまま「では失礼いたします」と言って船の中にって、はい、中案内してもらった他の軍人さんからすると、はい、とんでもない野郎だあな、はい、あな女は船の切れ者の毛だったっていうことで大問題になるんですけどもン、うん、兵イさんえ「女を大事にしたくて何が海軍の軍人か俺は女を大事にするんだ」文句があるかってこう言て。<laughs> まあ、そんなふうなエピソードがもう本当に数限りなくたくさんのエピソードが残,、はい、残っているんですがこの山本権兵衛さんこの方が日ロ戦争、うん、いよいよこれから戦争になるということになった、はいえー、ロシア軍はバルチック艦隊を派遣してくると、えー、ロシアの太平洋艦隊にバルチック艦隊の戦力が加わると日本の海軍の戦力の倍の,の戦力になってしまうこうなったら日本はあ世界権を失ってしまう。 政界権を失ったら大陸にいる日本の陸,の陸軍の軍人さんたちは全員皆殺しになってしまう。うん、何としても日本海軍を勝利に見に導かなければならないということになりまして、でそのためにやっぱりもう体制そのものを抜本的に変えなくちゃダメだと。まずは人事から変えなきゃダメだと。これまさに人事なんですよ。はい、でその人事をあの人事を組むのにあたってで、えー、っと。 日高総之丞さんというね、はい、海軍司令官がいたんですね、うんはい、これであの,あの連合艦隊の司令長官ですよ、うん、この方がいたんですでこの日高司令長官に「うん、あんたやめてくれ」と「はい、やめる俺の後任は誰にするんだ」うん「東条英樹にする」東「東条聞いたことないなああ お思い出したあのなんか,ちなんかあのしょぼい男で小柄で地方役に立たないからって地方に飛ばされたあいつか、うん、そうですと僕じうんごめんなさい今僕東郷平八郎さんごめんなさい間違いです東郷なら知っとるとあいつが俺の公認かいいか減にせえとふざけるなどうしてもかどうしてもです あよ分かっただったらこの軍刀で俺を差し込、うんぜとこうやるわけです、はい、でその時に権兵衛が言ったそうです目に涙を浮かべながらね、うん、そのおはんの性格が国家の大事に際して不向きなんだ、うん、も,もともとものすごい仲いいんですよこの二人、はい、だから東郷平八郎を選ば,選ばなざるをえなかったんだ俺たちは竹馬の友だおいはおはんに少しも変わらぬ友情を今も抱いとるしかし 国家の大事の前には市場は切り捨てなければならん何もさぬというねあことを言ってでその時に日高司令官も「分かったお前がそこまで言うんだったら分かった!」と言って納得をしてくれたっていう、まあ、これも大変有名なエピソードがあります。とににににかく徹底的的合理的に人事を作しで勝つために全部の あの力を勝利といいいいう一点ににに集中するのにあたっって熱くくななちゃいけない戦いは常に頭脳で動くだからその頭脳たるものがこれが感情に流されて「あいつはダメだよ」とかねそういうふうなことになってはいけないどこまでも冷静になければならない、うん、ということだった、はい、ということですねで。でまあこれによって、えー、日露戦争の日本海海戦に大勝利を導くことができたで。その後 ヤマトコンベは内閣総理大臣までになるんです。内閣総理大臣になって何が起こったかと言ったら関東大震災なんです。この震災直後のまさにもう本当に瓦礫の山になってしまった町に自ら出て行って、で、えー、げんあの現場の様子様相をつむさに見ながら、次、えー、々と対策を取っていった。震災の爪痕っていうのは大変大きなものではありましたけれども、そっからいち早く日本が復興することができたのは。うん これ今、今で言ったらですよ、東京を関東大震災が襲った。はい。がれが山になっちゃった。その状態ですよ。これ復興どのぐらい時間かかるんですかね。ね。想像できないですよね。え。はい。東北でもまだちゃんとできてないわけでしょはい。山本権兵衛さんで、それまたたに復興させていくんですよ。それでも遅いっつって、当時はもうさ、問題にされてぐらで、最後なりますけれども、あの、夫婦揃ってね、年を取った。で。さ。 最初にご紹介しました奥さんの方が先に行かれたそうですよその最後っていう時にね権兵衛さんもういいか減八80過ぎてじいちゃんになった権兵衛さんがね奥さんの手握って言葉かけたそうですお互い苦労してきたなだからわしはこれまで何一つ曲がったことをした覚えはないだから安心して行ってくれいずれ遠からず 後を追っていくからなと声をかけたそうです奥さんの目からもう涙が流れ落ちたその後奥さんは翌日ぐらいだったかなお亡くなりになったそうですそして奥さんがお亡くなりになってもう半年もしないうちにゴンベイさんも奥さんの後を追うように旅立っていった、はいうん、多分苦お互い苦労してきたなと言いながらきっとゴンベイさんは奥さんのことを愛してたんでしょうね、うんうん そういうい男性だった、はい、人を愛することができる男であるということは国を愛することができる男でもあるということなのかなというふうに思いいまますすありがとうございます山本権兵衛さんねあの前も別のシリーズも取り上げましたけども今回いろいろまたする時聞かなかったエピソードも出てきて、はい、ますます好きになりましたやっぱりそういう人だから2回も総理を、ねうん、任されたんでしょうね大変な時代にね。はいはい、ということで、まあ、そういう方々もいた。 ああ国会に僕もいるのでそういういい政治をね先輩を見習ってやりたいなというふうに改めて思いました若いうちはねあの発達障害とか言われたって全然関係ないですからねもう <laughs>、まあ、それぐらいのやつの方が大体成功するんです <laughs> はいあ僕もそう言って自分の講演でも言ってます <laughs> 小さい時はもう散々周りから怒られてました <laughs> はい。<laughs> <laughs> もう最後にね大したるもの,であの、まあ、歴史に名を残すまでいかなかったとしても 何か、ね、世の中に残すことができればそれで男子の本懐とすべきじゃないですかねはい、はい、ということで今日は山本コンペイさんについてお聞きしてきました、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました